コンパニー・バンリーさ、バンリーいいって聞いて、僕、もう一番、あそこいいですよとか、あそこちゃんとしたサッカーやってますよって見に行ったら、ただ選手の質がいいだけとか、ただ相手の強度の緩さに助かって、スペクタクルのサッカーに見えてるだけっていうのはめちゃくちゃ多いんで、もうできるだけノンリアクションで行くんですよ。そのチームも好きな人かわいそうだから。だから正直、コンパニー・バンリーもほぼそうだと思ったんですよ。見に行ったら、本当にめちゃくちゃ良かった。機能性だけだったら、 アーセナルとかブライトンより全然いいです。ブライ、まあアーセナルと同じぐらいいいですね。めちゃくちゃ良かった。何がいいって、フォーバック使ってんだけど、サイドバックが低い位置で張らない。ちゃんとワンレーン分開けてるのよ。で、ウィングはしっかり張って、ボランチは、一枚はゲンドアンみたいに前列上がって、いろいろ顔出すタイプで、一枚はロドリーみたいに間立つんだけど、その間の立ち方が、 あの悪いボランチみたいに降りていかないでこっちがこう入ってって325を作ってここつながるみたいなで広がった時だけこうカが降りてきたりとかするんだけど基本はこの斜め後ろにちゃんと立つみたいなでここがさ開かないのもすごいんだけど一番何がいいって思ったかっていうとウイングが高い位置取りすぎないんだよねこれやってるチームがなかなかないのよどのチームもちょっと高い位置取りすぎたりするじゃん ちゃんとこの低い位置取って、スペースにボール出して、前目に仕掛ける。だからこれがミトマに必要な能力なんですよ。ミトマ高い位置取りすぎてボール来なかったり、でも、ここの裏の掛け引きで一発取ったりとかするんだけど、これって、オフサイドなりやすいし、ここの選手の能力も必要で、ミトマここいます。こういうふうに仕掛けられたらさ、プレスバックないうちに1対1仕掛けられるから、ここで。それがめちゃくちゃいいんだけど。で、これをさせないように相手に出てきたときに、ここの段差が、 最初からここいるよりも裏一発行きやすいから、今までの能力生きる。だけど、ブライトンの場合は、ここに人いて、ここに、ここに今いてみたいな、この、トマがここいたとしても、こう、こうで、後ろ向きで受けるようになって、潰されるってあるから、から三マ自体がサイドでのボールの受け方で、対策された時のために成長しなきゃいけない部分が出ないって話。あで、バーニーの話戻るけど、まあ、ここにちゃんと立ってて、ビルドアップがペン幅、基本、参、ま、加、あ、まあ、 読んでやるみたいな。で、シェフィールドに5-2で負けた試合以外は、多分2、3ヶ月負けてないですよ。あの、ワイスカウトで遡ってみても全然負けてなくて。で、4-2か5-2で負けた試合あって、どう負けたのかなと思ったら、全部、あの、セットプレーで、この間のリバプール対ユナイテッドみたいに、なんか相手の方行ったね、みたいなとか、スローインとか、ロングキックでゴリゴリ行かれて、最終的にぐちゃぐちゃやられて点入ったみたいな。だはっきり崩された失点がほんと少ない。 で、ブライトンよりいいって言ったのは、この迂回経路作んないでビ、ブライトンの場合、なんか、こんなんでビルドアップして、ここの能力だけで行こうとするから、ウェブスターのひどい縦パスのところで引っかかってカウンターくらいじゃん。これがちゃんと、迂回経路を作りながら、言っちゃえば横がありの状態で縦に刺そうとしてるから、ポゼッション安定しながら、相手押し込めて、フィニッシュワークできる。で、両ウィングもチャンピオンシップの中では多分、必要ある選手だし。 いや、マジでね、あやっぱ、ペップの弟子ってすごいな、みたいな。アルテタも、コンパリも、ちゃんと、合理的に、普通、ちゃんとすごいんかい、みたいな。で、ちょっと良かったのが、最初はね、こういうビルドアップしてたんですよ。415みたいな。で、この、ワンアンカーの選手が、このボール回しに合わせて、相手もこういう,ふうにいろいろプレスかけてくるじゃないですか。ここを全部、このボールホルダー、誰がボールホルダーになったかって時によって、斜め後ろ変わってくるでしょ。これを、 そのボールがある位置によっってて頑張って移動するみたいなだから誰かしらがこうちゃんとコース切ってたりとかするともうここでボール出せなくてどんどんハマるってなってたんだけどこれがそのシェフィールド戦はこの状態だったんだけどその後の試合からこっち側がサイドバック上がってこっちのサイドバックが下がってこういう風にポイントに対して2人でこう立つようになったから1人でずっと立ち続けなきゃいけなかったところが2人で立てるようになったの。 この修正ちゃんとしてたから。で、これ誰してる修正かっていうと、アルテタなんですよ。アルテタアセナって、まあ起きてた問題は違うけど、この、ワンカー、トーマスの、まあ、横のところに、誰も入ってなかったじゃん、最初。とか、ジャカが降りてきたりとか、まあ、ジンチェンコ時々入るかな、とか。で、こういう風になってて、まあ、ホワイトこっち張りすぎてんな、ジンチェンコなんか入りすぎてて、マグリアンですからこっちのパスなのかんかになる。これが最近さ、マグリアンが張ってて、 サリバー真ん中ホワイトこここでジンンチェンコ中入るみたいなこういう形に固定するからここつながるしジンチェンコの中盤の、まあ、プレス体勢も使えてホワイトも曖昧まし立たなくてよくなで流れの中でこうなるときはあるけどベーシックな形これになってるでしょデフォルトはとこれによって問題解決しちゃうじゃんペップもアルテタもコンパニーもここのねペップ一問が似た感じの修正の仕方してるのがめっちゃ面白いなと思いますね